はい、創業116年店内工房のあるジュエリーマンです。皆さんこんにちは。今日はですね、季節柄ですね、ふるさと納税の私ども田中屋の商品をご紹介いたします。私どもは茨城県の桜川市にございますので、町を挙げてですね、山桜のプロモーションをしております。ですので、まあ、こちらにね、ポップに書いてあります通り、山桜の商品をイメージにした商品を数ね、多く作っております。その中で、特に私どもで一番人気なのがこちらの山桜ですね、ダイヤモンドペンダントですね。こちらホワイトゴールドとふっくらしたデザインになっておりましてね、ホワイトゴールドとピンクゴールドで作った、こちらがやっぱり一番ですね、ご注文いただいております。その他にですね、こちら、マラソン大会にも協賛しておりますが、3つのですね、桜がついておりますトリプル桜ペンダントですね、こちらも人気ですね。そしてこちらはですね、一番最初に私どもで作った桜のペンダントなんですが、これは誕生石に、ね、今こちらにダイヤモンドが入ってますが、こちらにダイヤモンド、まあ、誕生石を入れて、その裏にですね、まあ、刻印をね、して差し上げるという形、こちらも非常に人気がありますね。ですね、それとあとこちら桜の花びらペンダントですね。こちらは桜の花びら、リアルなね、桜の花びらの形状をとっておりまして、ここに一石ダイヤモンドを入れた形でですね、この風にさせても、これも人気ですね。それと先ほど見た山桜のペンダントのこちらピアスバージョンですね、もあります。あとこちらの漆ですね、こちらの漆に、真珠に漆塗りをしたもの、こちらともね、人気がございます、ね。ということでですね、数で全部14品ほどね、私どもでご用意しております。ぜひね、桜川市のホームページの方から、ふるさと納税、ふるさと徴収の方からね、ご注文のほどお待ちしております。